カジャオ、ウチャオスニーカー。ということで、本日も始まりました、スニーカーの、のーなーい。はい、ということで、本日の企画はですね、12月前半発売、ナイキスニーカーズゴはい、ということでね、本日の企画はですね、12月前半に発売されるナイキのスニーカーをですね、雑談とプレネ予想を交えながら紹介していくスニーカーの脳内大人気企画でございます。はい、いやーもうね、12月来ました。もうこれで1年終わりで、もうそろそろですね、ベストスニーカー、今年買ったベストスニーカー、まあ、トップ5、トップ10ぐらいはね発表していきたいかなとかね、あのプレネランキング、今年のプレネランキングみたいなのもね、動画をね作っていきたいなと思ってるんですけどね、ちょっとね余裕がないです。はい、ということでね、まあこんなごちゃごちゃ撮ってもしょうがないので、オープニングの方へ。いやーオープニングいけるかな。いやオープニング、レッツゴー。レッツゴー。今年はダウン着ないかもしれない、レッツゴー。ということで、オープニングの方から戻ってまいりました。12月2日からはこちら、アンディフィーデッドナイキエアーテラフマラ SP ということでね、はい、まあ、待望のナイキとアンディフィーデッドのコラボでございます。前回のコラボはですね、まあ、残念ながら不発してしまって、まあ、アウトレットまで並ぶという結果に至ったんですけど、まあ、今回はですね、エアーフマラというね、まあ、オールドな作品をね、アンディがピックアップしたってことでね。まあ、これね、なんとトレイルランニングモデルって言って、まあ、ACG から独立したモデルでございます。今回はね、今回はですね、まあ、どうなるかわからないんですけど、まあ、どうですか？アメリカのね、アンディ・フィーデッドのインスタ見てるとね、店員さんがなんかパーティーとかね、ちょっと履いてたりしてね、かっこいいなと思ったんですけど、アンディ・フィーデッド JP のね、店員さんとかも履いててかっこいいなと思うんですけどね、まあ、これが売れるか売れないかはね、まあ、また別問題なんですけど、定価もね、備えやすくなくて、まあ、今週末土曜日発売ということで、こちらもプレネしたんですけど、プレネはなしと予想させていただきます。ということで、次！続きまして、12月5日からは、こちら、ナイキエアペニー2 QS アトランタブルーってことでね、こちらね、復刻でございます。1996年ね、オリジナルが出てね、あの、ペニー・ハードウェイがね、こう履いてましたよね。こんな感じでね、うん、まあまあ、かっこいいですね。はい。まあ、ここから2015年に復刻して、2015年は僕当時台湾とか留学したり、いろいろ言ってたと思うんですけど、余ってました。正直言って余ってましたね。こちらね、全然人気ないんですよね。日本でもね、人気出るかなって感じなんですけど、なんとこちらの定価がですね、今回 28,600 円とね、どうした？誰が買うねんみたいな値段ですよね。ペニーで 28,000 円かって感じですよね。はい。まあ、今回のこの復刻はですね、本当にペニー・ハードウェイが着用しているやつ、そのままみたいな感じで復刻なんで、まあ、人気は出そうっちゃ出そうなんですけど、ここまで 28,000 払ってまで欲しいかなって、まあ、思うところあるんですね。まあ、特に思い入れある人とかはね、28,000 出してもいいと思うんですけど、はい。まあね、こちらのプレネの予想はですね、プレネなしと予想させていただきます。ということで、次！続きまして、12月7日からは、こちら、エアジョーダン3レトロオフノアってことでね、まあシンプルなブラックの AJ3 ですね。まあこういうのいいですよね。普通に欲しいですけど、まあエアジョーダン3もですね、定価が上がってしまったということでですね、ちょっと買えませんよね。まあ落ち着い、これぐらいね落ち着いた色だと合わせやすいし、ちょっとなんかミッドソールをね、くすんだ感じもかっこいいですよね。はい、まあ後ろがね、ジャンプマンロゴなのに。だけが玉に傷ってことでね。まあまあまあ、かっこいい、いい作品でございます。はい。こちらですね、まあ、セールで 40% オフとかね、30% オフ、まあ 50% オフぐらいでね、買いたいという気持ちです。はい。こちらもプレネなんですけど、プレネは、なしと予想させていただきます。ということで、次！ 12月8日からは、こちら、八村塁とエアジョーダンのコラボ、36。PF ルイとでね、まあ、八村ルイコラボですね。現在ね、ロサンゼルスレイカーズに所属している八村ルイはですね、まあ、大活躍というとこまでは言ってないですけど、まあ、かなり活躍してますよね。はい。まあ、今作はですね、八村ルイの育った富山県の蜃気楼をイメージしたスニーカーということでね、まあ、日本っぽくて綺麗ですね。ちょっとシルクみたいな素材を使ってます。シルクじゃないと思いますけど、はい。使ってます。このね、模様がね、ちょっと蜃気楼をイメージしてる感じですね。まあ、ただ定価もね、やっぱりこれずっと言ってますけど、可愛くなくて、31,350円。バッシュに31,350円ね。高い。まあ、こちらも完売しないですね。八村塁の名前がついたバッシュは前回も完売しなかったですし、ジョーダン8で出ましたよね。こちら、はい。この2足なんですけど、こちらね、両方完売、一瞬してすぐに在庫ストックされて、まあ、定価割れみたいな流れなんですけど、まあ、こちらはね、もうセールまでね、必ずと言っていいほど流れると思います。
はい、まあ、どれだけね、デザインが良くてもしょうがないです。これは八村が悪くない、ジョーダンが悪い。ということで、こちらのプレイの良さはプレイね、なしで予想させていただきます。ということで、次続きまして、12月9日からは、こちら、ジョーダン11のグラティチュード。はい、こちらですね、やっぱりもう12月といえば AJ11。なんかこの11と12の数字がね、なんでやろうって思うんですけど、はい、まあ毎年恒例でね、12月にはですね、11が出るっていうね、謎の数字の遊びと言います。はい、今回の AJ11 はですね、2006年に出た DMP パックの片割れと同じカラーということでね、まあなんか復刻というか、まあ軽い復刻みたいな感じですね。まあ DMP パックはですね、2006年以来はね出てないですよね。はい、まあ2006年発売ですので、結構もう今になっては買いにくいんですよね。まあ、片割れもね探すのちょっと難しいです。はい、いい状態のものは特に。これだけいい色なんですけど、やっぱり11国内ではあんまり需要ないんですよね。毎年国内ではエアジョーダン11は人気ないんですし、かなり量が多いです。ブレッド出た時も ABC マートからもう湧いて出てくるみたいな感じだったんで、まあどうなんでしょうかって感じです。よっぽど海外需要がね、こう強く出ないと、やっぱり完売はしないようなスニーカーです。定価も上がってますしね。はい。まあこちらもプレネ予想なんですけど、プレネはなしと予想させていただきます。ということで、次12月9日からはコラボ、こちら坂井とナイキの、マグマスペース SP ということでね、久々の坂井コラボ。まあ久々と言ってもですね、 JP で発売されるのが久々ということでね、直近で言うとやっぱゴルチェコラボがねありましたね。ショックドロップで僕はね買わなかったです。もうちょっと高すぎてね、もうちょっと関税も怖いし買わなかったです。はい、まあ今回のですね、こちらのモデルはですね、エアフットスケープをベースとしてエアマグマをね融合させた完全な新作のマグマスケープということでね、まあちょっと冬用のスニーカー感があるんですけど、まあ今 AW のシーズンやからね、しょうがないですよね。まあかっこいいですけど、まあただ完売はしないかな、おしゃれな感じもありますけどね。うん、絶対完売しないと思います。ちなみにですけど、この黒のカラーはですね、日本限定カラーということでですね、海外の方にね、販路がある方はこれ買って売りまくってみてください。海外で人気あるかはわからないですけど、はい。まあ冬しかね、履けないスニーカーとなるとね、ちょっと需要も少ないかなとは個人的には思っております。こちらもプレネアさんですけど、プレネアなしと予想させていただきます。ということで、次12月9日からはこちら、エアジョーダン1のローとミッドの SE クラフト。なんかこのクラフトシリーズやたら出るけど、ナイキの社内では誰が推してるんですかこれ。絶対売れへんないんですよね。はい。まあ、もしかしたらこれマス層向けに作ってるのかな。スニーカー好きな人は多分これ買わないんですよね。で、ABC マートにポンと置いとってセールとかやったら、あ、買っちゃおうかなとか、中高生とか、もうよくわからない人が買っていく感じなんですかね。そこを狙ってるんですかね。あんまりわからないです。まあ、ABC マートにね、在庫大量あるんで、まあ、急いで買う必要はないです。まあ、よっぽど欲しい方は買ってください。ということで、こちらもプレネ予想なんですけど、プレネはなしと予想させていただきます。ということで、次続きまして、12月10日からはこちら、ウィメンズエアジョーダン1エレベートハイブラックガムとホワイトガムということでね、まあみんな大好きエレベーター、はい、まあいい感じですよね。今回いつものなんか変なカラーよりも これぐらいね、ブラックと白で統一した方がね、もっと受けるんじゃないかなみたいなスニーカーでございます。ブラックの方はですね、パテントみたいなんですけど、ホワイトの方はレザーって書いてるんですけど、これほんまなんですかね。まあ実際ね、販売店でね見てみてくださいって感じですよね。ブラックはですね、ブーツみたいなイメージだった、ほんと冬っぽい。白もね、白でブーツみたいでね、タビ、いや長靴か、長靴みたいな感じでいいですよね。これ身長がね、ハイになるのでおすすめです。はい、こちらのプレゼン予想なんですけど、プレゼンなしと予想させていただきます。ということで、次続きまして、12月12日からはこちら、エアフォームポジット1ブラックアンスラサイトということでね、このアンスラサイトっていうのはですね、無塩炭という意味でね、もう炭ですね、炭。はい。こちら定価が33,000円とね、フォームポジット毎回踊れてます。僕の知ってるフォームポジットは24,000円でした。はい。毎回驚きますね。ギャルソンポジットがですね、定価に52,000円ぐらいだったんですよね。なんで、まあそう考えると将来的にはもう5万、フォームポジット5万とかいう時が来るかもしれないですね。もうバレンシアガかナイキみたいなね。かもしれないです。はい、まあ、シンプルでね、履きやすくてね、こちらなんか復刻みたいな感じで、このモデルはですね、海外ではね、海外限定では復刻したみたいなんですけど、日本にもやってきたみたいな感じですね。まあ正直若年層からするともうフォームポジット何みたいな、すごい変わった靴やな、新しいなみたいな、結構昔に発売されたやつなんですけど、新しいなって思わせるような近未来的なデザインなんでね、まあ、気になる方は見てみてください。まあこちらのプレネの予想なんですけど、プレネはなしと予想させていただきます。ということで、次続きまして、12月前半最後の一足、こちら、アリクスとナイキのコラボ、エアフォースワンロー SP ね。なんかエアフォースワンとコラボするのが流行ってるのかっていう感じなんですけど、まぁ、今回これね、見てもらったらわかる通り、アリクス感がですね、ヒールの部分の
アリクスと、シューホールに付いてる金属だけがちょっとアリクス感があるんかな。これで定価2万900円ってなるとね、高すぎますよね。なレザーとか上質なレザー使われてると思います。写真から見る限り。はい。まあ、これで2万900円でちょっと高いですよね。アリクスとね、ナイキのコラボですね。まあ、個人的にはですね、やっぱりアクセサリー作ってほしいですよね、スニーカーよりね。まあ、スニーカーは別に発売していいんですよ、勝手に。発売して、なおかつ、アクセサリーもアクセサリーでね、アパレルのようにね、販売してほしいですよね。それやったらね、ちょっと買う感じが、買いたいな、欲しいな、みたいな感じがするんですけど、最近なんかエアフォースワンと、こうなんかカスタムみたいな感じで出すのが流行ってるのか、前回ですね、ショックドロップみたいな感じで、東京の方では、フラグメントがですね、エアフォースワン、同じ品番、白黒同じ品番のままね、出ましたよね。こんな感じでね。これ欲しいですよね。こちらも2万5000円くらいするんかな、定価が。高いですね。でも、プレネで売れてます。2日連続で発売したんかな。3日目、4日目、このままどんどんリストップしていくのかは微妙ですけど、まあ、ぜひね、関西でも販売してほしいところです。はい。まあ、そんな話は置いといて、こちらの予想なんですけど、こちらのプレネ予想は、プレネ、なしと予想させていただきます。はい。ババーンと、12月前半発売のスニーカーを紹介していきましたが、皆さん何か欲しいものありましたか？はい、な、僕的にはですね、ないですね。今回これ前半ないの久しぶりですね。本当に何もないですよね。多分12月前半はナイキ SB のパワーハッパフガールズとか、他にもね、まだ色々出ると思うんですけど、今わかってる情報ではちょっと欲しいスニーカーがないというね、状態に陥ってしまいました。まあ、12月前半は貯金ということでね、活かしていただきたいと思います。ということで、本日の動画が良いと思った方はグッドボタン、悪いと思った方はバトボタンを押すと、そしてもっとスニーカーの脳内を見たいと思った方はぜひぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。寒くなってきたので、ね、体調をね、気をつけてみましょう。ということで、また次回の耳心地のファイルない、バイバーイ。